どうもヌヌです。イスガイア5後日談進めていきたいと思います。前回クリアした後にですね、擬態が追加されまして、それを可決したところになります。今回はですね、こちらですね、悪しき憑依神編ですかね、こちら進めていきたいと思います。クリスト、この魔界に強力な魔力を持つ者が現れたというのは間違いないのか？ええ、僕の千里眼からはとてつもない悪しき力を感じました。魔力だけならあのボイドダークにも匹敵するほどです。おいおい、マジかよ、何かの間違いじゃねえのか？私もにわかに信じられませんわ。あんな化け物クラスの悪魔がそうそういるとは思えませんもの。僕だって信じたくありませんよ。でも残念ながらそういう反応があったのは確かです。クリストさんを信用しないわけじゃないですけど、今回ばかりは勘違いだと嬉しいですけど。なにビビってやがんだよ。強い奴がいるなら戦って勝負をつければいいだけじゃねえか。とにかく油断しない方がいい。向こうも俺たちがやってきたことに感づいているかもしれないから。あれは死人じゃありませんこと？じゃあこれはマジョリタの仕業ぴょん？私を呼んだか。お前の願いなら何でも聞いてやるぞ。さあ早く行ってみろ。つーか言え。マジョリタ、この死人たちはどういうことだ？は、知らないな。だいたい私の魔王儀はボイドダークのやつに奪われたのだ。死人を操る能力は私にはもうない。嘘じゃないぴょん。嘘だったら承知しないぴょん。お前に嫌われるような真似をして私に何のメリットがあるのだ？でもマジョリタの仕業でないとしたら、この死人たちは一体？気をつけた方がいいぜ。来るぞ。死人なんざ俺にかかれば超絶楽勝だぜ。かかってきな。はい、ステージ攻略ですね。敵のレベル500、HP8 万とかですね。600もいますね。結構強いな。まあそのためにもキャラクターそれぞれ強くしておいたんですけど。デスコデスデスデスコです。強くなっちゃった。
ぜなんだあいつら死人のくせにデタラメな強さしやがってよ。私のしもべどもの働きでなんとか追い払いましたけど、あの強さはまさしく背信の魔王儀だな。じゃあやっぱりお前が。だから何度も言っているだろう、私にはもうその力は残っていないとな。いい加減信じろ。ってことはまさかボイドダークの野郎が。そんなまさか。おバカですわね。ボイドダークは死に際に配信の力をキリア様に託したじゃありませんの。仮に生きていたとしても死人を操れるはずがありませんわ。そうだけど。じゃあなんで死人が出てくるんだ。憶測だけで判断するのは危険だ。死人たちが聞いていた先を探そう。そうすれば黒幕の正体がわかるはずだ。よし、それではですね、時間もまだあるのでこのまま続きに進みたいと思います。2番目ですね、こちらに行きます。待て、誰かいるぞ。この魔界の悪魔じゃねえか。こんな何もない場所に一匹で、どう考えても普通じゃありませんわ。皆さん気をつけてください。僕の千里眼が反応した魔力はどうやらあの悪魔から出ています。おいおい、超絶冗談きついぜ。どこからどう見ても雑魚じゃねえか。愚かな奴らだ。見た目に惑わされるとは。それでも全魔界を救った英雄か。なんだとこのクソガキ。下がってろウサリア。お前にもしものことがあったら困るのは私だからな。マジョリタ、何をするつもりぴょ。決まっているだろう。私を散々もてあそんでくれた奴にきっちり礼をしてやるのだ。私のことを忘れたとは言わないだろうな、ボイドダーク。我が名を呼ぶのは誰だ。返事はしたってこと。本当にボイドダークよ。どういうことですの。まさかとは思いましたが、どうやらボイドダークの悪しき心は完全には消えていなかったようですね。宇宙を漂い手頃な悪魔に目をつけて乗り移っていたようです。あの時超魔流究極奥義で消滅したと思っていたが、まだ生き残っていたのか。マジか。なんてしぶてえ野郎だ。でもよ、ボイドダークには死人を操る力はないんじゃなかったのか。おそらくあのボイドダークが生まれたのはキリアさんが超魔流究極奥義を打ち込んだ時だったのでしょう。あの時はまだ配信をキリアさんが譲り受ける前でしたか。だからボイドダークの悪しき心は死人を操れるというわけですの。なんだかずるいですわ。ムーンさんはどこだ。ムーンさんを返せ。キリアさん。ああ、このまま放っておくわけにはいかない。もう一度超魔流究極奥義を使って今度こそ終わらせてやる。まさかお前と共闘する日が来るとは。忠告するまでもないだろうが、あれがボイドダークなら命を懸けた戦いになるぞ。お前はそれでもいいのか。それでウサリアの信頼を勝ち取れるなら安いものだ。お前、
しゃべりの時間は終わりだ。私の足を引っ張るなよ。ああ、善処しよう。レベル600の死人が3人手前にいて、奥にレベル800のボイドダークがリベンジモードでいますね。 HP56 万、高いですね。攻略していきましょう、ね、俺様についてこい。だっていろんなキャラクターをこうレベル上げてみたんで、ちょっといろんな技が見たいなーっていうのが正直なところです。ハッピーエンドを掴んでみせる。準備はよろしくて。覚悟を決めろ。一回見たことあるやつだったっぽくって、あれですね、流れちゃいましたね。毒気のあるまでもない。行くぞ、モノども。行くぞ。凍結のあるまでコード止められてるっぽいですね。見せてやるわ。フリニガーイン。闇夜に出立つ黒金の会長、フリニガー X。回復量高っす。こいつどうしてこれだ、 HP が減らない。
キラキラー、よっこらせ、いくよー、ほーれ、今の見てた？お兄ちゃん、魔王の力、とくと味わうがいい。メテオインパクト。俺様の力だ。行くわよ。面白いですね。やっつけちゃいました。うほほー、このスリル最高ね。行くぞ。行きますわよ。参りますわ。行くわよ。こいつで消し飛ばしてあげるわ。フルボッコ、行ってきな、プリードマ。こんなもんね。はい、おしまい。嬉しいです。これは貸しですわよ。オメガ系とテラ系の魔法は派手ですね。やっぱり疾風創世狼牙剣ウルフアサルト、やってやるよ。デスコです、デス、デスコです。ざけんじゃねえぞトラ。全員まとめてかかってきな。私頑張るよ、お兄ちゃん。
プリニーが移動できねよくやったぞ、褒美は言わしだ。超魔流究極奥義、真羅万象。やりましたわね、キリア様。完全消滅、完全勝利ですわ。そうだな、これで終わったのならいいが。だけどちょっとばかし面白くねえな。毎回最後はキリアに持ってかれるしよ。
まあまあいいじゃないですか。何にせよ勝つことが大事ですよ。どうだウサリア、少しは私のことを信じられるようになったのではないか。それではお前の願いを言ってみろ。このマジョリタ様が特別に叶えてやるぞ。ウサリアはまだお前を認めたわけじゃない。そうか。でもまだということはいつかはその気になる可能性もあるのだ。また何かあったら私を呼べ。いつでも駆けつけてやろう。ウサリア、マジョリタのことは分かっていますぴょ。マジョリタは嘘をついていないぴょ。本当にウサリアの願いを聞こうとしてるぴょ。でも簡単に受け入れられないぴょ。そうだろうな。何でも言うことを聞くようですし、好きに使ってあげればよろしくなくて。そうだね、こき使ってやればそのうちいなくなるかもしれないだろう。まあどうするかはウサリアさんに任せましょう。とりあえず脅威は去りました。これで一件落着ですね。ああそうだといいな。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。